モーリス・ジョーンズ・ドリューは、カリフォルニア州オークランド出身の元、プロアメリカンフットボール選手。ポジションは、ランニングバック。NFL ジャクソンビル・ジャガーズ、オークランド・レイダースに所属した。愛称は、MJD、カリフォルニア州オークランド出身。生まれた時の名前は、モーリス・クリストファー・ドリューだった。デラ・サール・ハイ・スクールに進学し、オフェンスでは、ランニングバック、よび、 リターナーとして活躍。高校時代を通じて約2000ヤード26タッチダウンを上げるかたわら、陸上でも400メートルリレーのメンバーとして、州王者に輝いた。また16歳の時には100メートル走で10秒80を記録している。奨学金を得て UCLA に進むと、2005年シーズンにはパントリターナーとして、 NCWA 新となる1リターン平均28.5ヤードを記録した。2006年の NFL ドラフト二巡でジャクソンビル・ジャガーズに指名された。2009年5年3100万ドルの契約を結んだ。フレッド・テイラーがニューイングランド・ペイトリオッツに移籍した後、ジャガーズの SRB となり、その年1391ヤードを走った。 9月27日のヒューストンテキサンズ戦では119ヤードを走り 3TD を上げて31から24の勝利に貢献した。2010年12月5日のテネシータイタンズ戦で自己ベストの186ヤードを走り5試合連続で100ヤード以上を走った。前年に続いてプロボールに選ばれたが膝の手術のため出場を辞退。 クリス・ジョンソンが代わりに選出された。2011年1月に左膝の内視鏡手術を受けた。この年、1606ヤードを走り、NFL リーディングラッシャーとなった。2012年、オフシーズンに残り2年残した契約の見直しを求めて、ホールドアウトを行った。10月21日のオークランドレーダーズ戦で負傷交代、その後故障者リスト入りした。 怪我から復帰した2013年は、15試合に出場したものの803ヤード、自己アーストとなる、平均3.4ヤードに終わった。2014年3月28日、オークランドレーダースと3年契約を結んだ。この年、43回のランで96ヤードに終わった。170センチ95キロという、フットボール選手としては小柄な体型だが、 大柄の守備選手に当たり負けない力強いランが特徴。また2010年シーズンレギュラーシーズン第12週のサンディエゴチャージャーズ戦ではパスプレーの際にブリッツに入ったショーン・メリマンをブロックし仰向けに転倒させたこともある。母方の祖父母に育てられた。大学時代 UCLA の一員として出場した2005年のローズボールの最中試合を スタンドで感染した祖父が心臓発作で急性してしまう。その後、育ての親である祖父に敬意を示すため、モーリス・ジョーンズドリューと改名した。三次の父、ありがとうございます。